さて、出かけたはいいものの、何の手がかりもありません。ガオロンが困っておりますと、松下さんが通りかかりました。あれ、ガオロンさん、何やってんすか、これで。あ、鬼の手がかり探してるね。ちょうどね、さっき向こうでちょっと預かったんだけど、これちょっと貸してもらったんだけど、願い事が叶うなんか箱らしいからね、これ貸してあげるからこれ使って。実はこの箱はただの箱ではなく、願い事を叶えるための試練を与える不思議な箱だったのです。持って走ることで力をため、それから過去に願い事を念じるんだそうです。そのことを聞いたパオロンは早速カゴを持って走りに行きました。